小林さんちの名ドラゴンは、クール教信者による日本の漫画、また、それを原作とする、テレビアニメ。月刊アクションにおいて、2013年7月号から、連載中。スピンオフ作品として、木村光弘作画の、小林さんちの名ドラゴンカンナの日常、風間亜弥作画の、小林さんちの名ドラゴンエルマの OL 日記。 歌マ作画の小林さんちの名ドラゴンルコアは僕のです。信吉侍作画の小林さんちの名ドラゴンおこもり暮らしのファフニールの4作品がある。2021年8月時点でシリーズ累計発行部数は260万部を突破している。おぼろ塚という町に住む OL の小林さんは酔った勢いから異世界のドラゴントールを助けた。 トールは多大な恩を感じ、そして理由があって故郷に戻れないこともあり、人間のメイドに姿を変えて、小林さんの自宅に住み込んでお世話を始める。そして小林さんの元にはトールをはじめとした様々なドラゴンが集まるようになっていくのだった。声の項はテレビアニメ版の声優。各キャラクターの欄には基本的に原作の設定を記述し、 アニメ版及びスピンオフ作品で初出、あるいは原作に逆輸入された設定については別途で記述する。主人公、ドラゴン人間ドラゴンドラゴン以外のアジン主、異世界の住人人間界の住人2016年4月にテレビアニメ化が発表され、2017年1月から4月まで、東京 MX 他にて、第1期全13話が放送された。 原作第1巻から第4巻までの内容をもとにしているが、登場人物の言動や設定に関して、上記のような修正、変更が行われているほか、一部のエピソードの順番が入れ替わったことに伴い、一部は原作から大幅に変更されたアニメオリジナルストーリーとなっている。また、主要キャラの初登場時には、画面下側に名前が表示され、 場面転換時には5個の中黒が記号や文字、またはその組み合わせでの顔文字に変わる映像が挿入される演出がなされている。また、未放送分の第14話がブルーレイ DVD 第7巻に収録され、第2期最終話の翌週にテレビ初放送された。第2期、小林さんちの名ドラゴン S は2021年7月から9月まで全12話が放送された。 本作は、京都アニメーション放火殺人事件発生後、初となる元受け制作のテレビアニメとなる。第1期で監督を務め、同事件で死去した竹本康弘は引き続き、シリーズ監督としてクレジットされる。第1期で行われた名前の表示と中黒の変化映像の演出は踏襲され、新たにユニコードなどの絵文字も使われている。また、次回予告の後には、 運気の低い星座を紹介する、今週の腐ったやつ誰だが挿入されている。各回のサブタイトルは、A パート終了時から CM に入る前に表示される。小林さんちのドラゴンは、第1期ブルーレイ各巻収録の短編エピソード。テレビアニメ第2期の放送を記念した、連続ショートアニメ劇場、ミニドラが、2021年4月7日より、 YouTube のキヨーニーチャンネルにて配信。ウェブラジオ、小林さんちの石刊ラジオが、おっと泉にて2016年12月30日に、プレ放送を経て、2017年1月13日から9月29日まで、配信された。第1回から第12回まで毎週金曜日配信。第13回から、最終回第18回まで、月1回最終金曜日配信。 パーソナリティは、トール役の桑原裕樹、カンナ役の長縄マリア、エルマ役の高田祐希、ルコア役の高橋みなび。ウェブ番組、t v アニメ、小林さんちのメイドラゴンチョロゴンズの生放送が、ニコニコ生放送にて2016年12月7日から2017年5月10日まで、配信された。小林さんちのメイドラゴンエルマの OL 日記に関する、カテゴリー、 小林さんちのメイドラゴン S に関するカテゴリミニドラに関するカテゴリありがとうございます。